はい、こんにちは。毎日詰め将棋探偵数ですけども、今日の詰め手数は11手です。考えてみてくださいと。これ、まあ、そんなに難しいとは思わなかったんですけど、まあ、はっきり言ってどっちですかっていう問題で、で、まあ、私はヘボなんで、ダメな方から読んじゃいましたと。まあ、角打つしかないですよね。で、まあ、こっちから打つか、こっちから打つかで、こっちから打つと結構いい筋あるんですけど、まあ、普通に同銀で取って、まあ、これも同銀。これは、もちろん、この飛車、大丈夫ですね。これがあるんで。で、まあ、同玉と取らせて、金駒残して一間竜なんですけども、もちろん合駒してくれれば銀打って済むんですけど、逃げられちゃうと、金じゃないんで詰まないんですよね。ここに歩でもあれば、まあ、詰むんですけど、詰まないですね。っていうことで、どっちですかは、じゃあ、まあ実戦だったら、あ、こっちってダメなのか。だからといって、なかなかこっちは、実戦だとちょっと難しいですけど、まあ、こっちがダメならもうこっちという読みでやってみると、まあ、これはまあ、これは同香の一手で、同銀なり、同玉、でまあ、さらに香が打てて、で、ここ逃げるのはもう、これは、竜がなっちゃう、飛車がなっちゃえば、今度こそ大丈夫です。これは、移動合だったら角を離して打てばいいし、合駒だったら香がなればいいし、ということなんで、まあ、ここへ逃げて、1三香に対しては真横に逃げて、まあ、頑張るんですけど、まあ、角があるんで、1一角が打てて、で、まあ、さらに横に逃げますけど、これ、うっかり飛車がなっちゃうと、こっちに逃げられちゃうんで、角がなって、こうなった時に、まあ、最後、香がなれば、積み上がりということになります。ということで、詰め手順を確認すると、初手は、1二角、同香、同銀なり、同玉、1三香、2二玉、1一角、3二玉、3三角なり、2一玉、1一香なりまでの11手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。